カンナのおかえりラジオ。はい、皆さんおかえりなさい、おかえりなさい、おかえりなさい、おかえりんご、はい、りんごりんごりんごよ、はい、おかえりなさいということでね、はい、ただいま言うとりますかね、ありがとうございます、おかえりなさいということでね、はい、今回も始まりましたよ。はい、カンラジでございますけども、はい、43回目ですね。はい、43ということでね、始まりました。あ、そう、今回はね、ちょっとあの調査団がないです。ごめんなさい、調査団のコーナーがないです。はい、あの YouTube コミュニティの方には乗っけたような気がするんですけども、そう、ちょっとゆっくりとまったりと調査団のアンケートとかそういうのを考える時間がなかなか取れずに、なのでちょっとまとめれなかったので、ちょっと今回はなしになりました。ほんとすいませんでした。だから来週はありますので、はい、どうかよろしくお願いしますという感じでございます。はい、なので今回は調査団がない分ちょっと時間が短いんではなかろうかとは思いますけども、まあゆっくりしていってねということで、ゆっくりしていってくれたらななんて思っております。はい、よろしくお願いしますということで、他ね話すことがあるかというと特にないんですけど番宣とか、番宣宣伝とかがね今のところね何もないんですよね、私。うん、だからうんって感じやけど、あ、髪型がね、はい、ポニーテールになりましたね。あーい、そうです、そうです。もしカンラジだけ聞いとる人がおったらね、ちょっと知らんかもしれませんけども、なかなかそういう人はまれかもしれませんけどね。新髪型がお披露目になりました。はい、先週の土曜日ですね。はい、お披露目になりまして、ポニーテール実装ということでね、はい、ポニーテでございます。ありがとうございます。ほんで、前髪もパッツン。はい、パッツンも実装されましたよということなので、ありがとうございます。今までね、髪型のバリエーションが2種類だけあったんですけども、はい、後ろ髪、前髪と1種類ずつ増えたので、バリエーションが合計6種類ぐらいになるのかな。はい、6パターンできるようにはなりましたので、はい、こちらをね、私、カンナの気分によってコロコロ変えてね、配信をね、これから楽しんでやっていきたいななんて思っております。はい、今回ね、ポニーテールね、実装された理由は、やっぱみんなのね、意見というか、声が大きかったな、やっぱ。ポニーテール、ポニーテール、ポニーポニー言うとる声が大きかった。プラス、私自身もポニーテールは大好きなんですよ。夏場とか、髪の毛長い時の時代は常にポニーテールしてました、私も。うん、だからポニーテール結構好きなので、もうね、みんなとの意見と私の意見が一致したので、よしやろうっていうので動きました。はいそんな感じで、ポニーテールになりましてなということで、なのでね、今後もなんかそういうね、また髪型作るとかがあったら、もしかしたらね、みんなのそういうなんか意見もありつつ、もしかしたら私だけで考えるかもしれんけど、なんかそういうのを参考にしつつとかでね、実現するかもしれんし、実現全くせえへん可能性もありますけども、はい、そんな感じでね、やっていきたいなと思っております。はい、やっぱね、一番はやっぱ私が納得するかどうかやからね、私がやっぱ納得するかどうかですよ。私が気に入るかどうかがやっぱ一番やと思うのでね、はい、すいませんがね、ちょっとジャイアンなんですけども、はい、やっぱそれがね、うん、大事かなという感じでね、やらせてもらっておりますので、すいませんがご了承くださいませという感じでございます。はい、なのでね、前回髪型来たのがクリスマスやったかな、なので約半年ぐらいで来てますね。もしかしたらまた半年後にあるかもしれんし、ないかもしれんし、全く未定です。未定の中の未定です。はい、何も決めてませんっていう段階なので、はい、まあそんなこんなでございますよということでございます。ポニテでございます。はい、さっぱりした感じってね、コメントでくれたりとか、みんな結構喜んでくれとったりとか、過去一で好きとか言ってくれとる人が結構いらっしゃって、めちゃくちゃちょっと嬉しかったんですよね。そんなにポニーがいいのかとそんなに好きなのかと、はい、思いましたけどね。でもね、嬉しかったです、ありがとうございます。はい、ということでね、そんな感じかな。ちなみに新衣装は全く何も考えてないです。新衣装ね、正直あれ着てみたいなとか、これ着てみたいなっていうのはあるっちゃあるんですよ。あるっちゃあるんやけど、正直あんまり体って映らないじゃないですか。めたい発言やけど、上半身ぐらいしか映らへんやんか。だから
なんかな、もったいないなと思って全身やるのが、見せる機会が少ないから、すごく少ないからもったいないなって、なんか私もったいない症候群やからね、なんでもかんでもやから、なんかな、もったいないなって思ったらなかなか気軽にねできひんっていうのもありつつ、安いもんじゃないから高いしめちゃくちゃ高いしね、高いからやっぱね、そうやって気軽にできるもんでもないから、だからまあいつも見えるのが上半身ってことはね、やっぱ髪型が一番見えやすいからね、髪型ちょっとねやっぱ変えたりしたらあれっていう感じで気分も変わるかもしれんし、あの見た目もなんかガラッと変わったんじゃねみたいな感じにもなんかそういう錯覚に陥ることもあるやろうし、ほんで今羽織が追加されとるし、そうやってねなんかちょっと追加するぐらい羽織とか一部なんか見えとる範囲でなんかガラッと変わるような何かを追加するとかは縁かもしれんなとは正直思ってます。なのでね、これからもなんかそういうのがあるかどうかは分かりませんけども、はい、まあまったりと、はい、なんかね、もしかしたらあるかなどうかなっていう段階ですね。今んとこ何も進めてはおりませんので、はい、過度な期待はしないで大丈夫ですという感じでございます。はい、そんな感じでございますので、はい、これからもね楽しくいろんなことをやっていきたいなと思っておりますよという感じです。はい、今はポニテがね実装されましたよということで、はい、そんな感じでございまして、あと喋ることは今のとこないのかな、ないのかな。そうやね、大したって言ったら悪いけど、お知らせとか告知とかそういうのが今んとこねほんまにねないんですよ。ないんですよ。今後もあるかっていうとないんじゃない今んところはっていうほどね、今んところはスケジュール系は、スケジュール系、そういう案件とかそういうなんかの企画とかのやつはスカスカです4月が多かったんやね。4月が多かっただけやと思うんやけど、スカスカですね。なので今はほんまに配信に力を入れれるなという感じやなと思いますけども、はい、スカスカスカということでございます。はい、なのでね配信楽しんでいきたいなと思っておりますけども、はい、そんな感じかなと思っております。はい、ということで他は特にないですあー、もうなんか何回かなんかもう1年以上前から言うとヤミンちゃんとなんかやるかもっていうのはまだね日程が決まってないからちょっと言えないんですよね。それがね、私はもう6月遅くて7月とかではもうね発表とかできたらなとは思っとるんですけどね、どうでしょうかという感じ。今現状このラジオ撮っとるときは返事待ちですヤミンちゃんの返事待ち状態、 LINE のね、 LINE の返事待ち状態でございますけども、はい、まあヤミンちゃんもね今忙しいから、はい、ゆっくりまったりでいいと思っとるので私は、はい、なのでねまったりと返事くれたらななんて思っております。はい、そんな感じなので全然急いどるような案件でも何でもないので、はい、まったりとっていう感じなのでね、まあ地味にまったりと皆さんもお楽しみにしておいてくれたらななんて思っております。あ、ヤミンちゃん知らん人もおるかもしれんね、私の配信やったら。最近ね新たに私のことを応援しましたよとか応援してますって言ってくれる人が最近ね結構ポツポツいらっしゃるので、ヤミンちゃんって誰やねんとなるかもしれませんけど、ヤミンちゃんはまあ配信者の友達ですね、私の。友達です。ツイッターもフォローしてます。はい、友達ですね、友達配信者友達。そうやね、 VTuber でもあり実写のね顔出ししとるのもありっていう感じで、いろんななんかゲームやったり ASMR やったりとか活動してますね。主にニコニコで活動しとるんかな。まあ YouTube も活動しとるけど、最近は全然動画は上がってはいませんけども、主にニコニコとかファンボックスとかそういうとこで活動をしとる人ですね。はい、でも18歳未満の方はちょっと注意ということは言うときます。ね、主になんかえなお姉さんな感じなので、はい、注意はしてくださいということだけは言っておきます。はい、そういう感じで、まあほんまにお友達です。お友達でございます。はい、そのお友達と何かあるかもしれませんねということでございます。はい、そんな感じでございますので、やべえな、ヤミンちゃんの話してオープニングが終わる件について、はい、オープニングをねそろそろ終わりたいと思います。はい、というわけでね、早速コーナーに行きたいと思います。カンナのおかえりラジオ、略してカンラジ、第43回スタートしますよー
この番組はカンナチャンネルとカンナファミリーの協力のもとお送りしております。質問コーナー、はい、質問コーナーでございます。このコーナーと言いますと、私神田が皆様から送られてきた質問にね、答えていくというコーナーでございます。早速答えていきたいと思います。外はピーポー言うておりますけども、はい、というわけでね、お名前特撮好きだと認知してもらえた水瀬さん、ありがとうございます。はい、どうも、こんかんなでございます。では質問ですが、小学校に通っていた頃、代休なので平日休みが発生した日はどんなことをしていましたか。自分は祖父母の家で笑っていいともを見ていました、ということで。ああ、私もあれやね、代休とかの日はもう家にいましたね。まあ出かける時もあったけど、家でおって、あの、普段平日に見れへんようなテレビ、そうやね、笑っていいとももそうですし、そういうのを見たりとか、と昼ドラっていうんですか、キッズウォーとか、あの、5つ子とかやっとったんですよね。それを見たりとかしてましたね。そうやってなんか一日過ごしておったなという感じです。はい、ほんでお次いきます。バチバチマンさん、ありがとうございます。先日友達にビリビリペンドッキリを食らってしまいました、ピエン、ということで。カンナさんは食らったことありますか。アホみたいにリアクション大きくて面白そう、ということなんですけど、ない。興味はありますね。どんな感じでほんまにビリビリするんやろかっていう、静電気みたいな感じなんかな、全然わからへんねんけど、興味はあるなとは思います。はい、経験はないです。売っとるんこれ、どっかに売っとるんかな、怖いですね、でもね。はい、というわけでお次、ちゃんこちゃん、ありがとうございます。カンナさんが思い浮かべる熱血キャラって何、ということで。熱血キャラキャラじゃなくてもええ、キャラじゃなくてもええかな、キャラじゃないんやけど、まあ熱血って言ったら松岡修造さん松岡修造さんを思い浮かべてしまったので、はい、松岡修造さんっていうことにしといてください。はい、ということでお次いきます。メタメタは今日もさん、ありがとうございます。カナさん、こんばんは。こんばんは。前回の蝶、夏といえばの食べ物が結構みんな揃ってたのを見て思ったんですが、蝶でリスナーで答え合わせをしましょうみたいな、どれだけ揃うか目指してみるとかっていう企画はどうですか。全員揃うのはさすがに難しいと思いますが、カンナさんの答えと合うとか読み合いが発生して面白いかなと思いました、ということなんですけど、ありがとうございます。これはね、正直私もほぼほぼ全く同じことは考えてましたあの、ガチで考えてまして、最近ね、あの、回答、自由回答の文章で回答するとこ、結構ね、みんなね、仲間っていうほどダブることが多くて、それ面白くて見とったら、だからそういうの見よったら、私もあの、このお便りを見る前からこういうの面白そうやなとか、回答何個か被ったらあの、チャレンジ成功とか、なんかそういう風にしてみたら面白そうやなとか、私のあの回答と一緒の回答を答えとる人が何人ぐらいおるかなとか、そういうのをするのも面白そうやなと、ただただ聞くだけじゃなくてね、そうやってなんかやるのも面白そうやなとか実は思ってました。なのでちょっとやるかもしれませんね、という感じです。次回ぐらいから多分、はい、多分おそらくは、という感じで思っておりますね。楽しそうですね、ということでありがとうございます。お次、ちゃんこちゃん、ありがとうございます。私はネガネガの実の全身ネガティブ人間です。カンナさんはどんな悪魔の実を食べましたか、ということで。私もネガネガの実なんじゃない、私もネガティブの塊みたいな人間なので、ほんまにネガティブの塊なんでね、私もネガネガの実ぐらいかな。あとなんやろね、あんまり私特徴があんまないから、なんやろね、そんななんか飲みを食べた感じはなさそうですね、私は。はい、ということで、次、猫猫さん、ありがとうございます。最近の私のマイブームは紐を使っていろんな結び方を練習することです。もやい結び、電車結び、八の字結びなどなど、いろんな結び方を練習しています。特にもやい結びは災害時や海の事故にあった時とかにも使える結びで、めっちゃ使えます。本題ですが、今部屋にカミキリムシみたいな虫が飛んでいます。カンナさんならどうしますか、ということで。殺虫剤かけて殺します。はい、ということでお次いきます。まともなおじさんさん、ありがとうございます。私はカンナさんとか年下の女性に、〇〇さんはほんまにもうと言われるのに少し快感を覚えてしまいます。こんな私は変なのでしょうか。カンナさんは年下の、男性に同様のことを言われるとムカつきますか、ということで。変なのかは分からん、私は分からんけど、
私言われたら別に何も思いません。うん、全然何も思いませんよ。ムカついたりも全くないと思います。うんね、むしろ楽しいんじゃないかな、そうやって言うてくれる関係性というかね、仲良しな感じがして、なんか嬉しいのは嬉しいかもしれませんね。はい、ということでお次、あなたもマリモのウルさん、ありがとうございます。以下の4つから1つだけ現実に作り出すことができるならどれが欲しいですか、ということで、1番バタースコッチシナモンパイ、2ホットドッグかっこウォーターソーセージ使用、3高級テミーフレーク、4グラマーバーガーということで、理由もお願いしますということなんですけど、これってあのアンダーテールの出てきた食べ物ですよね。あのほぼほぼ私覚えてなくてあのほぼほぼ覚えてないんですよ。だからどんなんでしたっけっていうほど覚えてないんから、私はもうなんか名前だけで選ぶとグラマーなバーガー、グラマーバーガーが食べたいですね。はい全然覚えてない、ほんまに覚えてない、はい、すいませんでした。ということでお次、ポンポン HRS と水地は同一人物であるさん、ありがとうございます。カンナさん、視聴者兄貴兄貴の皆さん、こんかんな、こんかんな。では質問に入りますが、カンナさんは餃子の王将に行ったらいつも頼むものはありますか？自分は王道を行く餃子一人前です、ということでありがとうございます。私ちょっと前に、ほんまにちょっと前に王将に何年かぶりに行きました。何年ぶりなんやろね、マジで記憶ないほど何年もぶりなんですけど、行きまして、あのこってりラーメンとあと餃子一人前を食べました。はい、だからね、いつも頼むっていうのはないんやけど、まあ私基本ね、餃子は頼みますね。やっぱり中華料理屋さんとか行ったら、餃子は頼むので、私もじゃあ餃子一人前かなって思います。はい、お次、もにゃもにゃさん、ありがとうございます。質問です。はい、以前カンナさんのファーストアルバムをブース以外の音楽サイトで購入したことがあるのですが、セカンドアルバムは販売しない感じでしょうか？出勤と移動中に聞く際、音楽再生アプリが個人的に使いやすいので、可能なら販売してほしいです。回答よろしくお願いします、ということでありがとうございます。そうですね、セカンドアルバムはね、一応ね、あれはね、東宝の二次創作になるので、ちょっとね、外部のストリーミングで配信するのはちょっと難しいんですよ。あの二次創作ガイドラインとかそういうの関係でちょっと厳しくてというやつなので、私はちょっとセカンドアルバムに関してはブース以外ではちょっと出せないんですよ。うん、だからブースはダウンロード販売もあるから、ブースでダウンロードで販売を購入していただいて、ダウンロードして、そっから iPad やら、 iPad じゃない、あの Apple Music のなんかそのね、あの聞くやつに入れるとか、そういう風にね、あの Android だったらそういう専門の聞くなんかアプリとかに、あのパソコンからやったら入れれると思うんですけども、そういう風に入れたりしたらずっと聞けると思うんですけども、っていうぐらいしかできないんですよね。だからあのあと、あの外部のね、ストリーミング配信のちょっとそっちのね、あのアプリとかでは聞けないんで、ちょっと申し訳ないんですけども、はい、あとはあの YouTube にもあのフルの動画として全曲かな、あ全曲じゃないんか、オリジナルの1曲以外の残り6曲ぐらいかな、それはフルでは動画として出しとるし、再生リストにもまとめとるから、ワンチャンその再生リストでね、ループありとかで聞いたりとかするぐらいかな、うーんっていう感じなんですよ。申し訳ないです。ちょっとね、規約的にちょっと厳しいのかなという感じで、ストリーミングはできておらんので、ちょっとそういう感じでちょっとやってみてはいかがかなと思います。はい、よろしくお願いしますすいませんね、本当ありがとうございます。でもありがとうございます。お次、第六文明人さん、ありがとうございます。ロボットアニメ好きのカンナさんのおすすめのロボット系アニメは何ですか？ちなみに私はイデオンが好きです、ということで、ごめん、私ねロボットアニメ興味ないんだわこれどこの情報なんやろね。ロボットアニメ好きのカンナさんって言われたけど、私ごめんやけど、私ちょっとロボットアニメには興味がない人間なので、おすすめはわからないんですけど、私はまあ唯一見とったなっていうのはガンダムシードとディスティニーと00ぐらい、まあほとんど記憶はないですけど、それぐらいしか見たことはないです。はい、ということで、お次。あなたもマリモのおじさん、ありがとうございます。カナさん、こんばんは、こんばんは。暑い日と寒い日が続いて大変な5月終わりにこれを書いています。はい。カナさんは以前から東方作品、詳しくないのでごめんなさい、のファンで、今までの作品にも詳しいと聞いています。少し前に、ほとんどの作品で、レイムとマリサ、
漢字が出てこないですね、カタカナで書いてもね、が主人公として、ストーリーが進むらしいと、そう友達に教えてもらいました。はい。しかし少し調べると2人はどの作品なのかで、で今までと同じ人として出てくることもあれば別人として出てくることもあるのだと知りました。あ、そうよなん？ほんま？え、ん？そうなん？え？一緒じゃない？旧作と今のなんか Windows 版の違いとかそういう感じなのか？わからん。どうなんやろ。ちょっとわからないんですけど。ここで質問です。はい。カンナさんはどの作品のマリサが好きですか？理由なんかも教えてください。よろしくお願いします。ということで、マリサだけ？なるほど。PS、私はクソクリのマリサが好きです。ちょっと待って、これ話が違うな。東宝原作の話じゃないのか、これは。ちょっと待って。東宝の原作ゲームの話をしとるんかなって思ったけど、違うよな。なんか違う気がしてきた。おー、うん、クソクリのマリサが好きです。あー、あっさっしということで。あ、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 そっちのやつなのかな？なるほど。なるほどね。あ、私はどの作品のマリサが好きですかというやつなんですけど。私全然知らないんですけど、私が知っとる中やったら、初代の、ね、初代のやつとか、お正月作品とか、こういう答えでん？クリスマスのやつとか、なんか、あとなんかあったっけ？あとなんかあった気がするけど、忘れたけど、そこら辺のなんか最初の頃の作品たちなのかな？なんかそういうちょっと派生の、なんかそういうクソクリって私知らないんですけども、そういう派生系は全く持った私知識はなく全く知らないんで、やから、そういうやつかな？ぐらいですね。知らんもん私、なんやこれ、原作じゃないっぽいね、これね。ちょっと違うよな。それともほんまに原作の話だったら申し訳ないんやけど、なんか違う気がする。というわけでこんな感じです。お次、ハエさんありがとうございます。インスタ映えって言葉がありますよね。インスタ映えの意味はわかるのですが、どうすればえってどういう意味ということで。どうすればえはの意味は、まあ困っとる時とかに使う言葉ですね。言うたらマジでこれどうすればええんかちょっとわからへんなっていうね、困った時とかね、どうしようどうしようっていう時に使う言葉です。はい。ということでお次、あなたもマリモのおじさんありがとうございます。 VTuber の質問フォームに書き込む内容を考案してくださいと、チャット GPA つまり AI に質問を考えてもらいました。10個も出てきたので4つだけ伝えます。よろしければ回答をくださいということで、こんなんあるん？すげえ。以下は VTuber に送る質問フォームに書き込む可能性のある内容の例ですということで、1、こんにちは、あなたのキャラクターの背後にあるストーリーや設定について教えてくださいということなんですけど、私設定がないから設定とかストーリーとかないからさ、特にないです。まあ一応ミコの格好してますよということで、2、コミュニティとの交流を大切にされていますが、視聴者との関わり方や交流の場はありますかということで、 YouTube かな、 YouTube とか、まあ Twitter かな、交流の場といえば、うん、主にあれやな、私結構コミュニティというかコミュニケーション取ってますよね、みんなとね、参加型とかでね、そういう感じかなと思います。ほんで3、コンテンツ制作において最もチャレンジングだったことは何ですか。チャレンジング、それに対してどのように取り組みましたかということで、チャレンジングということなんですけど、まあチャレンジね、最もチャレンジをしたやつっていう感じかな。やっぱそれはアルバム、オリ曲のアルバムとかセカンドアルバムもそうなんですけど、アルバム楽曲作り今までしたことないから、もう一から自分でどうするべきかを考えて、何から始めればいいかも全くわからんかったから、もうやれることをもう自分なりの考えでいろんな人に声かけてやったりとかやりましたね。うん、そんな感じで
ね、でもうまく形にできたからね、良かったなと思っております。ほんで4、おすすめのエピソードや動画があれば教えてください。どうしてそれがおすすめだと思いますか、ということなんですけど、私自身おすすめの動画ってない気がするあー、でもあえて言うならやっぱあれやね、 CD のクロスフェードとかはおすすめにしたいなとは思います。やっぱ作るの大変やったし、自信作でもあるから、やっぱり気合を入れて作ったなっていう感じなので、それはねおすすめかなと思いますけども、他おすすめっていうほどなんか人におすすめできるような配信私しとるっけとか思いながらね、普通な気がするから、全部おすすめです。はい、ということで最後に今後の活動に関して、ね、何か特別なお知らせや予定はありますか、ということで、今のところはないです今のところはないですけど、あーでもあのカンナのねキルジッカパーカー、予約受け付けておりますので、よければ概要欄からチェックして購入していただけたら私はすごくすごく嬉しいなって思っております。生産は確定しておりまして、皆さんのお力でありがとうございます。よければキルジッカを着てみませんか、ということで、実家を着ましょうっていう感じかな、それぐらいかなって思います。はい、ということで、ちゃんと文脈もあって人間みたいですよね。 AI の進化は目覚ましいものです、ということで、 AI ってすごいよな。なんか最近さ、いろんななんか分野でも AI 言うとるけど、まあ私ちょっと好きじゃないっていうか、ちょっと苦手というか、ちょっとなーって思うのはイラストAI イラストちょっとなーっていうので、ちょっと私はちょっとまだまだちょっと AI イラストに関してはっていう感じはありますね。っていう感じで、あまり深くは言いませんけども、って感じで、なんか個人的になんかね使うのとかはまあ縁かもしれんけど、でもっていう感じにも思うし、なんかでもなんかあれ結構ね、いろんな絵師さんのイラストとかを取り込んでね、なんかやっとるからなんかなーとか思ったりもするけど、まああまり詳しいこと知らんけどね。なんかやから AI が発達しすぎるのもなんかええことなんかもしれんけど、なんかちょっとなー、そういうのもあったりして、なんかなーとかは思ってしまうとこはありますね、ということでね。はい、すいませんけど、こんな感じでございます。でもすごいですよね、最近ほんま、なんでもかんでもね AI って聞きますよね、ほんまね、すごいなと思います。はい、というわけでお次、イカさんウインナーの存在を知った牧獣ハムスターさん、ありがとうございます。皆さんこんかんな、こんかんな。だいたい1年ほど前にとある床屋で髪を切ってもらった時に、理容師さんが何かにぶつかりこけて、あら、その勢いでバリカンが僕の頭にぶつかったことがありました。そこまで痛くはなかったです。いやいや、危ない危ない。幸いその時はバリカンが動いていなかったので、ぶつかるだけで済みましたが、もしものことを想像するとかなり怖いです。ですよね、動いとったら大変よね。そこで質問ですが、カンナさんが髪を切ってもらう時に何かトラブルが起きたことはあるでしょうか、ということなんですけど、私自身はねないんですけど、何年前やろね、10年ぐらい前かな、おじいちゃんがおるんですけども、おじいちゃんがね、髪の毛カットしてもらうっつって床屋さんやったんかな、どっか行った時に耳をねハサミでちょっと切られたっていうのがありまして、それ聞いてからしばらくは私はもうカットに行くのが怖くて、散髪とか行くのが怖かったっていうのはありました。うん、怖いですよね、ちょっとね。ね、ちょっとそういうの聞いたらちょっと怖いなって思いましたけども、はい、それぐらいで私自身は特にないかなと思います。はい、お次、ゆきかちゃんさん、ありがとうございます。かんなさん、りさんのみさん、こんばんは。こんばんは。前日に料理を作って余ったやつとかを次の日に何か加えて別の料理にリメイクするみたいなやつはしますか？例えばおでんが余ったらカレー粉入れてカレーにするみたいなやつです、ということで、する時もあるんやけど、私主にしません。まあ手間がかかるし正直そのままでも全然、私前日に食べた余りやからって言って次の日もなんかそのまま食べたくないかっていうと、全然食べれるしね、みんな食べれるしっていう感じやから、やからそんな手間を加えて作ったりっていうのはよっぽどのことじゃないとないです。そのまま食べます。はい、何もせずにね、そのまま食べますね。はい、という感じでございます。お次、猫猫さん、ありがとうございます。何か撮った覚えのない写真がスマホの中にあるんですけど、こんな経験ありませんか、ということなんですけども、私はないかな。多分誤作動で適当なとこを、なんか誤作動とか手が触れてもたっていうので知らん写真、なんか言うたら変なとこガシャって撮っとるやつとか、そういうのはごく稀にあるけども、
そういうのはないかな。でも、全然ないです。はい、怖いのあったらでもね。はい、お次、ちりめんじゃっこさん、ありがとうございます。かんなさんのバイ、かんなさんのバイト、かんなさんのバイトじゃねえや、みこさんですね、すいません。みこさんのバイトしたことありますか？あればエピソード、なければ好きなお寿司のネタをお願いいたします。マグロって書いてますね。はい、ということなんですけど、ないですね、みこさんのバイトは。ないです。はい、私がみこなんで、バイトなんてする必要ないんですよ。私みこですからね、本職みこですからね、そもそもね、みこですからね、そんなバイトとかそんなする必要ないからね。で、なんだって、好きなお寿司のネタは、マグロとかビンチョウマグロ。そうやね、主にビンチョウマグロを死ぬほど食べますよね。はい、それぐらいです。はい、ということで、お次、またまたちりめんじゃこさん、ありがとうございます。近日中に、カンナさんへとある動画を送りたいのですが、どの媒体から送ればいいですか？動画を送ること自体が NG でしたら申し訳ありません、ということで。NG はしてないけど、許可も別に、なんていうか、公にはしてませんっていう感じかな。だって多分、全然送ってもらっていいっすよとか言ったら、多分ね、あ、こう送ってってこの人言ってくれとるって言ったら、結構好きなだけね、いろんな人から送られてきそうな予感がするから、だからなんか黙認っていう感じよね、黙認っていう感じな段階で、はっきりと明言はしませんけどもっていう段階ですね。はい、もし送るのならば、まあ、お問い合わせのフォームから送るぐらいなのかな。動画貼っつけることはできひんけど、ギガファイル便っていうサイトがあるんですけど、そこに無料でアップロードできるんですよ。ほんで、そこなんか URL が発行されるので、それを貼っつけてくれたら見れるっちゃ見れるなーっていう、なんかそんな感じはあるなという感じですね。なので、そんな感じかなっていうアドバイスかな。これはアドバイスということで。はい、黙認なんでね、こうしてくださいとは言えませんけど、アドバイスかな。そんな感じです。お次、ビトリオさん、ありがとうございます。ちょっと待って、さっきのやつ送られてきても私返事は返せへんから、よっぽどお仕事の案件とかそういう大事なやつ以外はちょっと返事は返していないので、基本なので、ちょっとお返事はできませんよという感じは思っといてください。はい、ということで、お次、ビトリオさん、ありがとうございます。いつも何時間寝ていますか、ということで。何時間、私最近寝る早いんですよ、めちゃくちゃ早いんですよね。8時はないんやけど、10時前後ぐらいにはもう寝とるよなっていうぐらい早くて、だから8時間ぐらい、7時間8時間ぐらいは寝てますね、毎日ね。そうやね、10時11時12 1 2 3 4 5 6そうやな、8時間ぐらいかな。7時間の時もあるけど、だいたい平均それぐらいかな、私はと思います。お次、扇風機を人力で回す、牧場ハムスターさん、ありがとうございます。皆さん、こんかんな、こんかんな。早速質問ですが、私の住んでいる地域の公園には、昔トイレの中で自殺した人がいて、夜中にその公園に行くと、その人の霊と遭遇する害があるかまでは不明、という都市伝説のような話を小学生の頃に聞いたのですが、カンナさんの住んでいる地域には何か都市伝説のようなものはありましたか、ということなんですけども。都市伝説か、なんか都市伝説っていうほどでもないんやけど、大きいなんか池だまりみたいなのが昔あって、んで、そこに近づくと池の中から足を引っ張られるよっていうのは聞いたことはありましたけどね。まあそういうことほんまにあるんか知りませんけども、なんか足を引っ張られて死んでまうよみたいな、飲み込まれて死ぬよみたいな、そういうのは聞いたことはちっちゃい頃ねあったなっていうのは思い出しました。それぐらいかな。ということで、お次、ムーマンさん、ありがとうございます。カナですけど、そう、最近いまいちハマらない質問ばかり送ってしまって申し訳なす、ということで、今回は露骨に答えのありそうな質問をします。質問です。はい、カナの兄貴はナッツ、豆類全般が苦手とのことですが、何かそれら全てに共通する苦手な理由などがあるのでしょうか。キノコ全般が苦手なのはわかるのですが、自分はナッツ、豆類は種類ごとに味も食感も全く違うと思ったので、個人的に気になり質問させていただきました。あと、チョコボール、ピーナッツ入りのチョコ美味しいですよね、ということで、単純な質問ですがお答えいただけたら嬉しいです。これからも活動応援してます、ということで、ありがとうございます。いや、ムーマンさん、いつもね、最後に活動応援してなすって入れてくれとるのは、私すごく嬉しいんですよ。ありがとうございます。そうですね。ナッツ、豆類、全般じゃないんですよ。
好きなのもあります。納豆とか。納豆は大好物なんですよ。納豆は 大好きで大好物。あとは枝豆。枝豆もね、塩とかかけて食べたらすごく美味しくて大好物です。なので、うん、枝豆と豆は、あ、豆じゃない、納豆は全然食べれますっていう感じ。それ以外のピーナッツとか、あとどんな豆があるっけ、そら豆とかいうやつとかもあるのかな。あとなんかどんな豆があるか忘れたけど、なんかに なぜか、うーん、苦手な理由があるかというと、直感的に食べた時の味とか風味とか食感とか、なんかそういうのが苦手なんやろなとは思います。うん、なんか理由ね、言葉に表すのってちょっと難しいよなね。魚介類とか言ったら臭くてとか言ったら言えるけど、なんかね、なんでやろね。うーん、まあさっきも言ったけど、やっぱ食感風味なんかそういう感じ、味とかそういう感じがちょっと私は無理なんかなって思いますね。なんかザラザラした感じあるやん、豆って。それがなんかあんまり好きじゃないかもしれんね。まあ分からんけどね、ちょっと風味とかも嫌いなんかな、味とかも分かりませんけども。うん、でもね、チョコボールとかは好んで買わへんで、チョコボールのピーナッツとかね、好んで買わへんねんけど、まああったら食べるかなっていうのはありますあったらね、あったらまあね、まあ食べるかな、なーっていうレベルにはありますよねっていう感じです。ごめんね、こんな回答でということで。お次、ロンシャパラガスさん、ありがとうございます。ティッシュ30枚と好きな男の子をストーカーした以外で恋愛系の思い出、体験でまだ話せるやつがあったら教えてくださいっていうことなんやけど、私大したね、恋愛というものをしてこんかったから、そんなね、話せるような内容全然ない。限界じゃない？これで。これで限界な気がするぞ。もうティッシュ30枚とかね、そういう中学時代とか、そういう小学時代のそういうね、恋愛の片思いとかのやつがもう私のピークじゃないけどね、全然ピークではないんだけど、限界なんじゃない？こうやって話せるやつの中ではっては思いますけど。あえて言うなら、高校時代に、なんか違う高校の人とかと電車で一緒になった時とかにナンパされて、連絡先教えてと、その時代はメアドやったんですけど、メアド教えてとかで、まあメアド交換したりっていうのは結構あったんですけど、でもなんかそういう人たちってやっぱメールの中ですぐ告白とかをしてくるから、付き合ってやみたいな、付き合おうやみたいな、そんな感じのノリでしてくるから、そういうのが来た瞬間、私は返事を返さずブロックをぶちかましてました、何回も。はい、そういう経験はありましたけどこんなんね、全然面白い話でも何でもないからさ、ねえ、話すようなことでもないしねえっていう感じでしたね。うん、そんなぐらいですよ。あとなんか20代に入ってからのね、恋愛がね、ほぼほぼ言える範囲では皆無なんじゃないかな、なーって思います。そう、婚活行ったりマチコン行ったりぐらいの出来事ぐらいしかないから、うん、なーっていう感じです、言える範囲やとしたらね。そういや、もっとね、いや、あるっちゃあるんやけどね、それは言えるかっていうと、ちょっとっていう感じのやつなので、なーって秘密ということなんでね。はい、そんな感じかな。オープンにできる内容としたらそういう感じかなって思います。はい、お次、紐になりたいルール無用さん、ありがとうございます。かっちゃんこんかんなです。こんかんな、すごく突拍な質問で、あ、話題で申し訳ないんですが、はい、ミニ四駆ブームでミニ四駆ブームがカッチャマの世代と重なっているような気がして、夜しかぐっすり眠れません。ええことじゃないですか。カッチャマが子供の時、周りの男子は何の話題で熱くなっていましたか？マグナムトルネードとかしてましたでしょうか、ということなんですけども。マグナムトルネードって何やったっけね、ちょっとわからへんねんけど、そうやね、ミニ四駆は流行ってましたね。確かに確かに。他はね、男子的な男の子が話しとったのはやっぱポケモンね、遊戯王とかね、そういう感じやったかな。デジモンとかもそうやったかな。
あとなんかどんなんがあったかな、他忘れたけども、なんか遊戯王カードで兄弟でデュエルしたりとかはしてましたね、ちっちゃい頃。そういうのしたりとかはやってましたね。あとはまあ普通にゲームやね、やっぱね、ゲームとかそういうやつかなっていうぐらいやね、あんま覚えてないんやけど、そんな感じかなって思います。はい、お次、雪風雲さん、ありがとうございます。かなさんがご自身で歌われた歌、曲で、この曲が一番お気に入りというのはありますか？私は声でつながる奇跡が一番好きですということで、ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。いや、正直ね、私、一番っていうのがないんですよ。一番っていうのがなくて、正直ほんまね、全部が一番みたいな感じの感覚なんですよね。ほんまにね、これ冗談抜きで。だから全部が好きやから、ほんまに一番って、決めれへんなと思いましたよ。だからちょっとね、申し訳ないんですけどね、答えれんくて申し訳なくてあるんやけども、まあ、全部がほんまに好きなんですよねっていう回答でごめんなさい。というわけでお次、いやでもね、嬉しいわ、ほんまに声でつながる奇跡が好きって言ってくれてありがとうございます。お次、猫猫さん、ありがとうございます。とある方が言っていました。あなたにとっていい状態が相手にとってのいい状態とは限らないと。こういうことって言われてはっと気づくものですよね。自分も知らず知らずのうちにやっていて反省しなければと感じました。神田さんはどう思いますか、ということで。いや、私もね、こういうのは感じることはあります。ね、自分が楽しいからってみんなが楽しいわけでもないし、ね、逆もあるやん。相手が楽しんどるからって自分が楽しいわけでもないから、ね、そういうのはあるなと思います。ほんまなんかそういうのを考えるとね、人間っていろんな人がおるなという感じで、人それぞれほんまに感じること、思うことって違うよなって。あるし、あとはあれやね、ありがた迷惑っていう言葉もそうなんじゃない？自分は親切やと思ってね、やったことが相手にとってはただのありがた迷惑とかも全然あると思うから、ほんまなんかそういう感じのね、やつはいっぱいあると思います。ねっていう感じかな。もしそういう経験があってね、そういうのが分かったら、その時はまあ反省するというか、ああ、こういうことはあんまりせん方がええんかなとか、そういう風にちょっと気をつけななっていうのは私自身も思いますよ。ね、難しいですよね、とは思います。はい、ということでお次。お、まだまだ猫猫さん、ありがとうございます。こんかんな、気になったのですが、最近カンナアート鑑賞会が開かれないのって何か理由があるのでしょうか。個人的に結構絵を描くモチベもなっていて気になったのでお聞かせいただければ幸いです、ということで、ありがとうございます。カンナアート鑑賞会はね、ちょくちょく何回か言うたけど、そうですね、今後あるかというと多分ないかな。もしかしたらあるかもしれんけど、今のところはないかなという感じです。理由はちょっと言えないんですよ。ごめんなさい、ちょっと理由は言えないんですけど、ちょっとという感じなんですよ。ごめんなさい、ほんまに申し訳ないんですよ。ファンアートってね、書くの大変やからさ、ほんまね、紹介とかできたら嬉しいんやけどね、私もね。やけどもちょっと申し訳ないですっていう感じなんですよね。ね、モチベになってくれとったんやったらもうごめんねという感じなんですけども、はい、ちょっとそんな感じでございます。ただ私は個人的にちょっとツイッターでね、みんなのファンアート見たりとか楽しんだりとか保存したりとかして楽しんではおりますので、はい、ありがとうございますと思っております。はい、お次、バッセンさん、ありがとうございます。すべての野球好きの皆さん、こんばんは、こんばんは。友達とバッティングセンターへ行ったんですよ。まあ、100キロぐらいでええかと。打席に立ってバットを振ると一応当たるのですが、振り抜けません。男なら100キロの何球ぐらい振り抜けなあかんと思い、何回かやって無事筋肉痛になってしまいました。カンナさんは何キロぐらいの球なら当てられる、そして振り抜けますか、ということなんですけど、私は80キロぐらいかな。80キロぐらいかな。でもね、ここね、もうね、10年ぐらいやってないから、バッティングセンター行ってないし。あ、どうやろ。6年、8年、7年ぐらい前は行ったかな。最後に、それが。最後やったかもしれんけど、80キロぐらいはなんとか当たる。ほんで、下手したら、バッティングセンターのね、ホームランっていうなんかその的があるじゃないですか。なんかたまーにそこに当たったりもするぐらいにできるぐらいですね。80キロが。それ以上はもう全く、バントの練習ぐらいやね。当てるとしたら。バントせな当たらんっていうレベルに当たりません。はい、80ぐらいかな、私は。はい、ということでね、質問以上でございます。たくさん答えましたね。ということでね、はい、たくさんの質問ありがとうございました。というわけでね、以上質問コーナーでした。たくさんのお題、いつもありがとうございました。
お悩み相談、あ、声が俺が言った。お悩み相談コーナー。はい、お悩み相談のコーナーでございます。すいません、お見苦しいタイトルコールをしてしまいました。ただカットはしません。ということでね、お悩み相談のコーナーでございます。このコーナーと言いますとね、皆様から送られてきたね、あのお悩みについて私カンナが答えていくというコーナーでございます。ではね、早速答えていきたいなって思いますよ。というわけで、お名前、ロケバスドライバーケンイチさん、ありがとうございます。カンナさん、リスナーの皆さん、こんばんは。あ、こんかんな、こんかんな。いきなりですが、最近悩んでいることがあります。僕は元暴走族なのですが、今までいろんな人に迷惑をかけて生きてきました。そんなことをして悩みあってもぶち壊してノリと勢いで、超えて、人生一度きり好きなようにやれ、そして俺に指図をするなと思って生きてきました。気がつけば社会人、11年目、会社に入社しては辞めて、入社しては辞めて、いろんな会社に入りました。いろんな経験をさせてもらったので、人と話すのと会食が好きになり、その都度新しい発見ができて、毎日レベルアップしているような気持ちになりました。暴走族時代の過ちは忘れ、一般的には何不自由なく生きて、これました。しかし、世界中のパンデミックが起き、過去にないぐらい会食もなくなり、直接的な人との関わりがなくなり、家から出ず仕事も止まり、マスクなしの生活はありえない、はあ、なんやこれと思いました。ずっと家にいることが幸せなはずやのに、昔やってたゲームもやることもなく、ただひたすらタバコと強くないのにお酒飲んで時間を潰していました。そんなこんなで時間が解決するだろうと思い、気がつけば仕事もあり、マスクなしで出歩いても違和感のない生活に戻ってきました。しかし外食が減ったということもあり、人前でご飯を食べる機会が前より減ったことな、ことでなのか、今まで経験したことのない人前でご飯を食べることがしんどくなってしまいました。自分でも訳がわからなく、人とご飯を食べることは幸せなことなのに、それが楽しくない、直前で体調が悪くなる、でも一人だとめちゃくちゃ食べれるなど、意味不明なことが起き、いろいろ調べたら、会食恐怖症という病気みたいでした。はじめは理解に苦しみましたが、同じ症状の人が多くいることが分かり、自分も受け入れました。しかし未だに外食が苦しい日々が続いています。仕事上会食が多いのですが、自分なりに工夫してやっていますが、改善の見込みが見えなく悩んでいます。医者とかには行かずに、自分自身で治したいと思っているのですが、これも時間が解決すると思いますかね。こんなことカンナさんに、カンナさん、リスナーさんに聞くのはあれかと思いましたが、こういう人もおるんやでっていうのを分かってほしいと思いお便りをしました。長くなりましたが、解決策が欲しいというよりは、一見何の変哲もない人にはこういった人が世の中にはいるということを知ってほしいです。絶対に克服してやるということなんですけども、いやー、でもね、いろんなね、そういう恐怖症ってあるんですよ、世の中。だからね、正直驚くことも正直そこまでなかったですね。大丈夫、世の中にはね、こういう方たち多いのは私も知っとるから、知っとる、大丈夫、安心してください。大丈夫ですよ、私も全然知っておりますしね。まあ私の周りにはね、会食恐怖症の人はいないんですけども、でも他のね、言うたらよくあるのは対人恐怖症とかね、そういう、なんかそういうのは聞くことは多いので、私も、いろんな恐怖症他にもいっぱいあると思うんやけど、だから全然ほんまにいろんな人がおるから大丈夫、私は全然、分かっとるよという感じですよ。大丈夫ですよ。多分今コメント欄におる人たちもね、あるあるとか、わかるわかるっていう人たち多いと思うんですよね。ほんまにね、いろんな人がいますけども、絶対に克服してある言うとりますね。ねえ、なかなかね、でもね、これ、打開策？なかなかちょっとね、難しいよな、多分一人やったらと思うんやけど、ね、あんまり病院には頼りたくなさそうなのでね、自分自身に治したいと思っとるのならばね、ちょっと頑張っては欲しいなと思うけども、でもほんま無理はしすぎず、でね、ぼちぼちっていう感じにね、なってもらえたらなと思うけど、難しいと思うけどね、なかなかね、こういうのはほんまにね、ね、ほんまに今後、ね、ちょっと大変かもしれませんけど、今現在も大変やと思いますけどね、はい、ね、いつかそうやってまた楽しく食べれる日が、ね、みんなと一緒に食べれる日が来たらなとは思いますね、ほんまね。
ね、ありがとうございます。ね、そう、いろんな人おるからね、全然わかってます。私はほんまにわかってますよ、ということでね。はい、お次行こうと思います。メタメタは今日もさん、ありがとうございます。かなさん、こんばんは、こんばんは。僕は最近ゲームをしていました。バーナルエッジというゲームです。いつものようにトロフィーコンプまでもう少しというところであることを知りました。バグで PS 版だとトロフィー条件のアイテムが手に入らないのです。オーマイジーザス。海外のインディーズゲームなので対策なども分からず、とりあえず頑張って英語で開発元にお便りを送ってみましたが返事もありません。このモヤモヤをどうすればいいでしょうか。ちなみに私はトロコン中ではありませんが、自分のトロフィーの画面を見てるときに 100% になっていないゲームを見るといつもモヤモヤします。本当はメタメタしたいです。助けてください、ということでね、ありがとうございますまあでもこれしゃあないんじゃないと思うよな。バグやろ、んで、開発元に送っても、お返事ないんやろ？もうこれはもう、ね、しゃーないって思うしかないからね、もやもやはすると思うんやけど、もうしゃーないなって言って、もうこれはトロフィー、ね、トロコンできひんような、もうそういう仕様のゲームってもう思うしかないんかなとか、は私は思いましたので、ね、そんな感じかなって思います。助けることはちょっとできませんけども、まあ、もやもやもそんなね、長続きして、もやもやはする、せえへんと思うから、ね、いつかは晴れると思いたいので、だからね、そんなね、まあ、しゃあないっていう感じで思っとくしかないんじゃないかなって思いますね。ね、トロコンしたいかもしれませんけども。はい、ということで、頑張ってください。頑張ってください、おかしいけども、そんな感じかなっていう感じです。はい、お次、猫猫さん、ありがとうございます。自分の読まれたお便りの記録を取っていますが、そろそろ紙は限界です。ちゃんとしたメモ帳を買って記録した方がいいでしょうか、ということなんですけど。そうやね。限界なんやったら買うた方がええかもしれんね。せやな。100均とかに行ったら、全然もう紙いっぱいのメモ帳とかめちゃくちゃ売っとるから。もしかしたらそういうのをね、買ってみてもええんじゃないかな、限界ならばとは思いますよ。はい、ということでお次、ゆきかぜうんさん、ありがとうございます。かなさん、リスナーのみさん、こんばんみ、こんばんみ。最近涙もろくなって、例えば何でもないことにすぐ感動して涙したり、音楽を聴きながら考え事しても涙したりとか、まるで自分に起きた出来事のように共感して涙が出てきてしまって、ちょっと困っています。感情が冷めすぎるのも嫌ですが、どうしたらいいものかというのが悩みですということなんですけど、あるあるですよね、これ。私はあります。似たような感じあるので、気持ちはわかります。あのね、そん時はね、そうなる時もあるっていう感じで思っといたらいいと思います。だからそうなっとるんやったら、今が現在がね、今はそういう感情の、なんかそういう時の時期なんかなみたいな、そういう感じで思っとったらええんじゃないかなって思います。多分年がら年中ではないやろ、多分分からんけどね。年がら年中やったらちょっとね、ちょっとどうしようかねとは思うけど、多分そういう時期とかも全然年に何回とかはもう全然あるから、だからまあそういう時期なんじゃないかなとか、自分自身ちょっと今メンタルとかがなんかちょっと弱っとう時期なんかなとか、なんかちょっとそういうなんかっていうので、仕方ないなっていう感じで思っといたらええんじゃないかなって思います。よっぽど気になるんやったらね、そらもうね、病院行くなりなんなりしてみてはいかがかなしか言えへんねんけど、こんな感じですけども、はい、まあ私もこういうのはまあたまーにやけど、あるある、気分が落ちてっていう時はありますね。涙もろくとかあります、あります、全然ありますよという感じなんで、ちょっとね、こんな感じです。お次、面白おじさんさん、ありがとうございます。気温が徐々に上がってきて、夏の足音が聞こえてきましたね。私は暑いのが本当に嫌いなんです。この調子で気温が上がっていったら、12月頃には何度になってマウンや笑いなんてな、ギャハハ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 ということで、ハハハははは、はい、そうやね、何度になるか、大丈夫、下がると思うから、それぐらいにはもう、もう下がっとるんじゃない、むしろ寒いんじゃないかな、そう思います。面白い。次、ちりめんじゃっこさん、ありがとうございます。こんかんなです、こんかんな。私は同年代の方やお師様に〇〇さんと継承をつけて呼ばれることがあまり得意ではありません。こいつに継承をつけるほどの価値なん
価値ないでしょうがと思っております。ですが継承つけないでという勇気がありません。どうしましょう、まとまりがなくてすいませんということで、なんかね、さん付けとかするのは価値があるかないかとかじゃなくて普通にマナーなんじゃないって思うけどな。普通に人呼ぶ時のマナーなんじゃないかなって私は思ってます。なので私はね、視聴者さんは全員さんをつけたりちゃんをつけたり、あーでも最近は呼び捨ての人もいますけど、一人ぐらいはいますけど、基本つけますよねやっぱね。てかそれが普通なんですよ。普通なんですよね。友達とかやったらまあわかるけど、普通やからなーって思うしなーっていう感じ。しかも同級生とかやったらまあそれはね、友達、よっぽど親しい友達以外はそれはさん付けやろなーとは思うし、よくからそうやってなんか価値がある、人間として価値があるかないかとかじゃなくて、マナーなんじゃないかなって私は思ってますよ。はい。ということで、お次。ちりめんじゃこさん。お、ありがとうございます。こんかんなーです。部活の後輩様を、ご飯、かっこサイズに誘いたいのです。何かいい誘い文句はないでしょうか？質問かお悩みか怪しいラインですいません。ということで、ありがとうございます。誘い文句？普通にご飯行かへんとか、ちょっとサイズ寄らへんとか、言うてみたらええんじゃないかな。それでも直球でええんじゃない。そんななんかね、回りくどい誘いとかじゃなくて、なんか一緒にご飯行かへんかみたいな、一緒にサイゼリア行こうやみたいなんでええんじゃないかな。もし理由とかなんでですかつって理由とか聞かれたら、いやなんか一緒に行ってみたくなったからとかでええんじゃない。ええんじゃない、あかんのかな。それか一緒にご飯食べてゆっくりなんかおしゃべりがしたかったからとか、そういう風になんかね、そういうのでええんじゃないかな。まず誘いたい理由は何なのかな。もしご自身にね、その誘いたい理由っていうのがあるならば、それを率直に伝えてもええんじゃないかなってね、思いますけども。だからなんとなくっていう理由やったら、ほんまになんとなくなんやけどつって、一緒に行きたいなって思ってっていうのでええんじゃないかなって思いますけども、いかがかなという感じですよ。あんまちょ参考になるか分からへんけどね、まあ、私はそんな感じです。はい、誘うとしても、どうみたいな感じで軽い感じかな。ほんまに、ということです。お次、ゆきかずうんさん、ありがとうございます。かんなさん、りさのみさん、こんばんは。こんばんは。私はレジとかでお釣りをもらうときとか、料理が運ばれてきたときなどには、店員さんにどうもありがとう、どうもとかありがとうって言うようにというか自然に出てしまうのですが、以前知人からおかしくねと言われたことがありまして、感謝の言葉で伝えるのは私的には自然なことだし大切なことだと思うのですが、言わない方がいいのかなというのが悩みですってことで、言い続けてええんじゃないと私は思います。正直何が変なん、おかしくねって言われた時に、何がおかしいんって聞いたらよかったけど、聞いたかな、聞いてその理由を聞いて自分自身が納得できるほどの理由とかで、言うのをやめようって、伝えるのやめようって思えるような理由を言われたならば、もうご自身の判断なんですけど、伝えるのをやめたりしたらええんじゃないかなって思うけどね、そのおかしくねって言われただけでやめるっていうのはちょっとなんって思います。悪いことでもないし、むしろええことなんじゃない、お礼ができるっていうのはって思うから、私は正直すごく、私もお礼は言うタイプなので、よっからね、そんななって思いますよ。考えんでもとは思いますけどね、そんな流されやすいのかな、どうなんでしょうか、ちょっとわからんけども、そのままでええんじゃないかなって私は思いました。まあ決めるのはご自身なので、全然どっちでもええんじゃないって、そういう義務があるわけでもないからね、言わなあかんっていう義務があるわけでもないからね、気になったりしたんやったら、まあ決めてご自身で考えてみてはいかがかなとは思います。ということで、お次。ムーマンさん、ありがとうございます。カナネキョスオスオスオス。今回は緩い相談なのですが、自分はコメントやツイッターのリプなどをする際、文章を入力して送信する直前になって、これコメントするほどの内容か、内容がまとまってないんじゃないかなどと思い直して控えてしまう、かっこやめてしまうことがあるんです。実際にカンナさんをはじめ相手の方に誤解など与える可能性もあるので、大切なことではあると思うのですが、せっ
覚のお話しする機会だし、コミュニケーションを取っておきたいというスケベ心もあるので、もう少 し、自信を持ちたいとも考えています。そこで配信にツイッターにと、カリスマ性を発揮しているカンナさんから何か心構えなどがあればアドバイスしていただきたいです。薄っぺらい悩みですいません、これからも活動応援しますということで、そうだ、唐突リプつながりで強引にお伝えしたことがあるんですけど、結構前の話になりますが、マッククイズのツイートのリプライで急にありがとう好きですって返信来たの、正直くっそびびりました。まあ後から事情を把握したんですけど、正直リプ来た時点では何があったのかなと素で心配してしまったので、もっといつも通り軽いノリでリプしてちょということでありがとうございます。こっちに軽いノリでリプしてちょって言うならば、ムーンマンさんも軽いノリでリプしてちょということなんですけども、なんだって、誤解を与える可能性もあるのでということで、なかなか文章を打っても送信する直前にね、やめてしまうということなんですけども、まあね、文章だけやったらね、それは誤解も起きますよね。だからね、気持ちはすごくわかるし、わかる、すごくわかるんですけどね。でもどうなんやろね、これ難しいとは思うんやけど、難しいとは思うんやけどね。だって受け取り側の人によってはね、全然何も思わへん人もおればね、逆になんかそれを見てなんか誤解する人もおればっていう、もういろんな、もう千差万別な感じだと思うので、だからね、それ考え出したらもう何もできひんよなとは思いますけども、だからなんかそういうのをちょっと踏まえながら、ちょっとはほんまになんか軽い感じで変じゃないかな、誤解されてもまあ仕方ないかなっていうか、まあ誤解されか 100% 誤解されへんよねって無理やと思うから、分からへんけどね、内容によっては分からへんけども、だからそこまで考えんでもなーって、リプしたいんやったらええんじゃないとは思うけど、正直よっぽどのね悪意がある感じのリプとかじゃない限りは大抵大丈夫じゃないかなって私は思うので、なーとは思いますよ。よっぽどなんか悪意のあるやつとか、よっぽど意味不明なやつとかね、そういうなんか世間からよく言われるクソリップとかそういうのじゃない限りはまあ、大丈夫なんじゃないかなって思うけどもね。まあ私そこまでねアドバイスできないんですよ。っていうのは配信とかツイッターとかさ、そういうとこで私他の人のやつにコメントしたりリップしたりってほぼほぼないんですよ。私ないんですほんまにないんですよ。みんなからもらったリップとかコメントとかにたまに返事することはあるんやけど、でも私がほんまに他の人のツイッターのツイートにリップをする急にリプをするとかいうのはほぼほぼないんですよ。たまーにごく稀にあるぐらいで、自分からないんですよね。で YouTube のコメントも正直私誰かの動画とか配信にコメント、言うたらコメント欄にコメントっていうのをしたことはないと思われます。ケインさんの配信でね、チャットで挨拶するぐらいとかちょっとするぐらいはあるけども、ないんですよね。だから私、だから私基本なんかロム勢の人たちと同じような感じなスタンスな気はします。ツイッターも YouTube もそんな感じはするので、ちょっとねアドバイスっていうアドバイスは私ちょっとできないんですけども、まあなあ、よっぽどじゃない限りはそんなね誤解はされたらまあしゃあないなっていう感じの、ちょっと軽い感じで思っとってもええんじゃないかなって思います。まあ仕方ないからさ、やっぱりね、っていう感じかなと思いますよ。ほんでマッククイズのツイートのやつはね、違うのよ、あれね違うの。今日の夜ご飯は何でしょうかつってヒントつって引用リツイートでサブアカでさ、マクドの話しとったじゃないですか。サブアカのやつを引用リツイートしてヒントはこれですみたいな感じでやっとんのにみんながさ全く関係ない回答ばっかしまくっとったから、さすがにちょっと引きましたよ私は嫌いになるとか一切ないですよ、ないんやで、全然ないしないんやけど、さすがに引きましたよね。うん、えーっつって、嘘やと思って、
ってなったから、でもその中で数少ない人たちがあのそのヒントをもとにあのねこれかなこれかなって言ってくれとった人がおったから、その人たちにはあのまともっていうか真面目に答えてくれてありがとうございますの意を込めてあのありがとう好きですっていうリップを送ってましたマジでもうもうみんなおふざけっていうかおふざけじゃないかもしれんけど、ほんまになんか当てる気なくねみたいなヒントまであるのにとか思いながら、そういうのが多すぎたからさすがにちょっととはなってましたっていうだけであり、はい、そんな感じでした。すいませんでした。ね、ちょっとそれでちょっとショックを受けた人もおるかもしれんね、私がドン引きしとったりとかね、みたいな感じのちょっとリアクションとかをしてしまっとったとこがあったので、それでねちょっとショックを受けた人たちもおったかもしれません。そこはちょっとほんとすいませんでしたと思います。はい、ごめんなさいという感じなんですけども、はい、という感じでございます。以上か。はい、ということでお悩みは以上でございますよということでね、はい、というわけで以上お悩み相談のコーナーでございました。たくさんのお便りありがとうございました。即興演技コーナー。はい、即興演技のコーナーでございます。このコーナーと言いますと、皆様から送られてきたセリフとかを、はい、私カンナがね即興で演技していくというコーナーでございます。ではね早速やっていきたいと思います。お名前、ロケバスドライバーケンイチさん、ありがとうございます。カンナさんのイケボでよろしくお願いしますということで、僕の人生を大きく変えたアニメアイカツのキャラクター美しき刃ことしぶきらんちゃんかな、ちょっと漢字間違ってたらすいませんのセリフですということで、わかりました。では行きます。やれやれ、仲良しでいられるのも今のうちだけだよ。まずはオムライス食べな。このような感じなのかな、女の子っぽいから女の子のイケボな感じにしましたけど、いかがでしょうかということでありがとうございます。お次、あなたもマリモの腕さん、ありがとうございます。くっそ長いんですよねくっそ長いんですよね。実家へ帰省する娘息子になりきって小説を書きましたので、はい、よろしくお願いしますということなのでね、はい、わかりました。くっそ長いですよ、皆さんね覚悟してください。ではいきます。200m先、信号を右です。そう、カーナビが告げる。エンジン音だけが聞こえる夜道の車に乗り、噛みすぎ、ハンドルを握りっぱなしだった私の体は凝り固まっていた。この信号は右です。仕事が忙しい時期を超え、私はたまりにたまった有給を消費することにした。さて、何をするか。そう考えながら、申請書を書きながら、頭にはなぜか、母親の姿が浮かんでいた。この先、横断歩道にご注意ください。仕事にも慣れた。笑い合える同僚もできた。それでも忙しい毎日は私に疲れを溜め続けていたようだ。実際に帰ってみるか。そう決めたのが昨日のことだった。見慣れた景色でありながら、どこか違うような錯覚を覚えつつ、その狭い道路の先に懐かしの神社が立っていた。目的地周辺です。案内を終了します。車を止め、木々に囲まれた建物を見る。変に白く輝く玄関に、記憶より一回り小さくなった人影を見つけた。勝手に入って何者だ、似てない。内容とは裏腹に、いたずらな色を含むその言葉は紛れもなく母のものだった相変わらずなのね相変わらず、やはり母から見た私は子供であることは変わらないようだ。さっさとしなさい、私はお腹が空いたの。ここにいてもなんかするって感じじゃないし、先に食べててくれてもよかったのに。そうね、でもいつも通り神社でどんちゃんした方が楽しいわ。相変わらずなのはそっちもみたいだね。
そうね。あら？雨降ってるじゃない。寒いと思ったわ。夜から雨の予報だったからね。さあ、早く中に入ろう。これじゃあ、あの時と変わりないわね。子供の頃もこうしてよく話してたっけ。でも、今回はあの頃とは違う。たくさん話したいことがあるんだ。改めておかえり、あんた。なんか、変な感じね。戸を閉めつつ笑う嬉しそうな母の表情に、私は疲れが溶けていくのを感じた。何やこれ、何やこれ、もう私のさ、自分自身の演技がなんか似てなさすぎてびっくりした。はい、こんなことがあるんでしょうかね。わかりません。よく考えたな、こんなんね。長いということでね。はい、一番自信がないのはカーナビ。下手くそすぎてやばかったですね。というわけでありがとうございました。はい、お次、あなたも割り物でさん、ありがとうございます。貝バセトでお願いします。直球ということで。わかりました。いきまーす。マジックカード、エネミーコントローラー発動。このカードはライフを1000ポイント払い、コマンドを入力することで、相手フィールド上のモンスターを一体操作することができる。あ、似てない。あ、全然似ねえ。ごめんなさい、カイバさん。カイバ社長、すいませんでした。ABB、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 トゥトゥトゥみたいなのがありましたね、昔ね。懐かしい。はい、ということで、お次。特撮好きだと認知してもらえた水地さん、ありがとうございます。ちょっと前流行ってた、あれ。え？勇猛果敢で声は太めの戦士ボイスでお願いしますということで、これ流行っとったの？ちょっと知らんねんけど。では、まあ、行きます。エクスベルアー難しいな、太めの。しかも戦士ボイスって言ったじゃない、全然戦士要素がなかったかもしれません。ごめんなさい、なんかダミ声じゃないけど、なんか違ったかもしれませんね。はい、ということで、お次、ビットリオさん、ありがとうございます。優しかったカンナさん。ということで、なるほど。では、いきます。あー、よしよしよし。いやー、いつも頑張って偉いね。カンナがよしよししてあげるからね。はい、終わり。チンタラせんとさっさと仕事行きや。プッて吹き出してしまいました。最近なんかこういうね、なんか、じゃないけど、なんかこういう、なんかね、やつ多いなって思いました、演技。楽しいんですけどね。ありがとうございます。ということで、お次。メタメタは京本さん、ありがとうございます。なるほど。何一つ書いてないんやけど、メッセージっていうかセリフ以外で書いてないから、ちょっと自分流でいきます。ではいきます。この世界に何もないなんて、ちょっと、もう一回、ごめん。笑ってもた。笑うとこじゃないんやで。違う違う。もう一回いきます。この世界に何もないなんて、私が目の前にいるじゃない、バカ。ぶっ飛ばしてやる。え、こんなんでよかったんかな。もうちょっとなんかジュリとか好きなんやろ。エプスト6のジュリとか好きやから、そういう感じの方がええんかなと思ったけど、まあちょっとええやと思って私流にしました。ということでありがとうございます。お次、お次が、これか。あなたもマリマのおじさん、ありがとうございます。読み聞かせ風にお願いします。ということで、ほう、多分これはアンダーテール元ネタ、わからへんけど、いきます。昔々、地球には人間とモンスターという二つの種族がいました。ところがある時、二つの種族の間に戦争が起きました。そして長い戦いの末、人間が勝利しました。人間は魔法の力でモンスターたちを、すいません、咳払いは入ってません、すいません、地下に閉じ込めました。それからさらに長い時が流れ、イビト山201バス年、それは登った者には、登った者は二度と戻らないと言われる伝説の山でした。
これ、私の記憶をいただければアンダーテールかなと思ったけど、違うかな、違う気がしてきたぞ。わかりませんけど、ありがとうございます。お次、ピンケノンさん、ありがとうございます。お母さんみたいな感じで強めの口調でお願いします。ということで、わかりました。では、いきます。あんた、早起きや。もう7時やで。いつまで寝とるんや。いや、なんかヒステリックババアみたいになったかもしれませんけども、ちょっと厳しすぎましたかね。すいません。はい。でも結構びっくりマークが入っとったからね、これね。ということで、ありがとうございます。お次、あれたもん、ありものおじさん、ありがとうございます。ずんだもんになりきってください。以下、読み上げ文ということで、ずんだもん。私、ずんだもん詳しくないんやな、ね。ボイスは聞いたことある。最近なんかショート動画とかでも、ずんだもんボイス使われとるの多かったりするから、聞いたことはありますけど、ということで、いきます。おはようなのだ。ずんだもんなのだ。今日は僕となぞなぞをして遊ぶのだ。僕はなぞなぞが強いから、自信がある人は僕のなぞなぞに挑戦してもみてほしいのだ。では、出題するのだ。パンはパンでも食べられないパンはなんだ？なのだ。少し考えてみるのだ。10、9、8、7、3、2、1、タイプアップなのだ。みんなの答えを聞くのだ。フライパン？違うのだ。パンだって言ってるのが聞こえなかったのだ。フライパンはパンじゃないのだ。腐ったパン？違うのだ。それは食べれないわけじゃないのだ。食べ物を粗末にする人は小学生からやり直すのだ。こんな簡単ななぞなぞもわからないなんて弱々さんなのだ。お？どうしたのだ？そんな黙ってては答えは教えてあげないのだ。物には頼み方ってのがあるのだ。え？もういい？いい加減にしろ。何を言っているのだ？何をするつもりなのだ？黙ってこっちに来るな、なのだ。ちょっと怖いのだ。待って、何するの？ずんだもんってこんなんでしたっけ？ごめん、私の記憶曖昧なんやけど、ずんだもん。こんなんやったっけ？もうちょっとなんか、しょたみがあった気がするな。ずんだもん。なんかちょっと違った気がする。にわかなんですよ。うん。にわかなんです。そこまで聞く機会もそこまでないし、ショート動画ぐらいなんで許してくれメンスということで、お次いきます。イカさんウインナーの存在を知った牧人ハムスターさん、ありがとうございます。いつもの声でお願いしますということで、おー、わかりました。では、いきます。え、あー、はいはいはい。握手ね。あー、ちょっと待ってや。私さ、握手するときは、ティッシュ30枚越しでしかできひんねんけど、大丈夫？潔癖症かな。ティッシュ30枚越しで握手って何やねんね。もうそれティッシュと握手しとるやんけっていうね、新たなプレイということでね。はい、ありがとうございます。お次、ゆきかぜうんさん、ありがとうございます。活発な女の子風にお願いしますということで、わかりました。ではいきます。次の攻撃を避けたらカウンター入れちゃいなさい。あー、なんで避けないのや。もうお前のことは絶対に守るから安心しろって。もう可愛いんだから頼りにしてるよ。ちょっとおばちゃん味があったな、今。ちょっとおばちゃん味があった気がします。はい、ということで、お次。あ、まだまだ雪はどうぞ。ありがとうございます。可愛く怒ってる感じのお姉さん風演技でお願いします。ということで、わかりました。では、いきます。もう、お姉ちゃん怒ったんだから。ダメ。絶対に許してあげない。ふう、お姉さんって難しいですね。はい、ということでね。お次、ビットリアさん、ありがとうございます。ゆっくりカンナさんということで、わかりました。では、行きます。ゆっくりカンナだぜ。今日は、いちもクラブについて説明していくぜ。いちもクラブは、ある VTuber がとんでもない読み間違いをしたことが有名だな。以上で、いちもクラブの解説は終了だぜ。ご視聴ありがとうだぜ。
ゆっくりレイムマリサとかそういう感じだと思うんやけど、あの語尾に税をつけとるとこで、あのあゆっくりマリサっぽい感じなんやろなと思いましたけどもね。はい、ということでお次、扇風機を人力で回す牧場ハムスターさん、ありがとうございます。なんだこれは、お嬢様っぽいね。ではいきます。よいしょ。おあたくしのおしゃ、うん、お屋敷にはですわね、ヤオキンさんのさ、ペーパー専用工場だとか、サイゼリアだとか、島村のお店だとかが、いろいろ入ってるのですわ。どう？羨ましいでしょ？あ、ちょっと待って、お嬢様じゃなかった気がする。ちょっと頭のおかしいおばちゃんになった気がしました。あれ、お嬢様下手くそになったかな、私。わからん。というわけで、お次、牧場ハムスターさん、ありがとうございます。ロリーボイスでお願いします、ということなんですけども、なんかね、すごい寒いダジャレたちが、5分で考えたらしいですね。5分でぐらいで考えた寒いダジャレ連発ということなんですけども、これをロリーボイスでやるとかいうね、もう地獄プラス地獄ということなんですけども、はい、やっていきたいと思います。では、いきます。みかんで終わったみかんの冒険、サイの負債、可憐なカレンダー、貝が書かれた貝が、台から落ちて死ぬ、台ってね。しょうもないショーもまた面白い、真っ暗な枕、ボタンの形をしたボタン、写真を写した写真。ロリーボイスがね、きついっすね、ロリーボイスね。そろそろもう私はロリーボイスの限界が来とるかもしれません。はい、ということで、お次。ロンシャパラガスさん、ありがとうございます。キモータボイスでお願いしますということなんですけども。キモータボイスってなんだ？ディフディフってやつですかね。元ネタはポケモンのロジカル語法です。早い話が素早さよりも体力や火力を重視して相手に負荷をかける戦術を使う人たちが使う言葉です。前この喋り方で実況している方がいてツボだったのでよろしければお願いしますということで。へぇー、そうなんや。わかりました。では、いきます。S に努力値を振るとはさては生き事ですな。この導く意外ありえない。ヤーティーシンを執行している我の攻撃も必殺力、必然力で必中となりますぞ。一撃ラーありえない、ありえないっすよね。サイクル崩壊ですな。耐性感謝以外ありえない。ごめんなさい。ごめんなさい。バカにしとるわけじゃないの。ね？あの、おほおほとか、ううとか書いてないんですよ。ここね、セリフにね、書いてないんですよ。ただ草生やしとこをちょっとアドリブになってしまったんですけども、はい、そういう感じになりまして、あの許してくれメンス。はい、お次、ロンチャバラガスさん、ありがとうございます。元ネタはワンピースのドフラミンゴのセリフをちょっと変えて組み合わせたやつですが、詳しくは知らなくていいですということで、わかりました。では行きます。ふっふっふ、あ、違う、こんな声じゃないな。ふっふっふっふ、白霊カンナ31歳、今インターネットに帰った、ニコニコの正当なる王だ。なんかドフラミンゴの声って無理ですね。はい、ということで、私は別にニコニコの王でも何でもないです。ただニコニコで活動しとったことがありましたねぐらいですよ。はい、ということで、お次、紐になりたいルール無用さん、ありがとうございます。カッチャマ、こんかんなです。こんかんな。メンタルがジェットコースターすぎて、他人の激しい配信を見るとすぐ疲れてしまう僕ですが、たまたま見かけたカッチャマの優しい配信はなぜか最後まで聞けたので、それ以降ずっと聞かせていただいています。耳から摂取かする精神安定剤が見つかって本当に助かっています。ねえ、ほんま？ありがとうございます。あら、前置きが長くなってしまいました。本題ですということで、どこぞの、これなんて読むんだ、どこぞの、これなんて読むんでしょうか、H、 どこぞの H な ASMR 風に、 H って書いとって、これあれか、 え、 な ASMR 風にってことか、もしかして。
これをお願いしたいです。動画素材にしますということなんですけど、動画素材にはしないでくださいということで。なるほど、わかりました。では行きます。やるんかいって感じだけどね、やりますよ。素材にはしないでクレメンスということで行きます。4 3 2 1 0 0 0 0 全然なんかね、もうそういうなんか絵の要素もクソもないっていうね、なんかこれなんかわろけてくる感じになりましたね。ね、あのわろけてきましたけども、私自身がね、はい、変な笑いが出ましたということで、はい、あの動画の素材にはしないでくださいということで、お次、狼さんありがとうございます。カンナ姉貴の知らない芸人だと思う上、ちょっとお下品な言葉も使う上、長いのでスルーしても構わないですって言うとんですけど、調べました。わざわざ調べました。はい、まあ知らなかったんですけどね、全然これほんま知らなかったんですけども、調べましたよということで、まあやります。もし読まれたのならば感謝感激です、涙ちょちょ切れですわ、言うとります。はい、ということでいきます。世の中には舐めとるやつらがたくさんおります。そういうやつの、そういうやつはケツの穴から指突っ込んで歯、奥歯ガタガタ言わせたろっかい。この前私が配信しとる最中に他の配信者のところに駆け込んどる視聴者さんがおったんですよ。これ完全に舐めとるね。舐めとるやつには、舐めとるやつにはケツの穴から指突っ込んで、奥歯をガタガタ言わせぶし。ちょっと待って、ど忘れした、こんなんでしたっけ。なんか、ちょっと待って、ど忘れした。さっきっていうか確認したんよ、ちゃんと。ちょっと待ってね、確認する、もう一回。ちょっと待って、もう一回やってもええ。今ちょっとあの確認しました。あのまあその通りにできるか分からんけど、さっきよりはマシかもしれませんので、もう一回やります。ではいきます。前半もいる。もう一回言うか。世の中には舐めとる奴らがたくさんおります。そういう奴は、ケツの穴から指突っ込んで奥歯ガタガタ言わせたろっかい。この前私が配信しとる最中に、他の配信者のところに駆け込んどる視聴者さんがおったんですよ。これ、完全に舐めとるね。舐めとる奴には、舐めとる奴には、ケツの穴から、ケツの穴から、ケツの穴から指突っ込んで、奥歯をガッタガッタ言わせぶし。あっとる、ちょっとマシになった、一発目より。マシかな、マシになりましたかね。ということで、事前に風味さんの、奥歯をガタガタ言わせ節で検索すると分かりやすいかもしれないですということで、ね、あの検索しました。はい、全然このギャグ知らんかった、初めて知りましたもんこれ。なるほどね、ということでありがとうございます。お次、ゆきはずうんさんありがとうございます。強キャラ風お嬢様演技でお願いしますということで、分かりました。ではいきます。私、神様からギフトを3ついただきましたの。財力、権力、そして武力ですわ。今ご覧に入れて差し上げますわ。お覚悟よろしくて。なんやろね、私お嬢様系のなんか抑揚というんですかね、そういうのがうまいのかもしれません、自画自賛ということでね。はい、ということでありがとうございます。あ、以上ですね、演技、はい、以上でございましたよということでね。はい、たくさんのお便りありがとうございましたよ。以上、即興演技のコーナーでした。ありがとうございました。はい、エンディングのコーナーです。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でしたよ。はーい、ということでね。はい、お疲れ、パチ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 、お疲れ様でした。今回読んだお便りなんですけども、いつまでのやつかと言いますとね、2023年5月30日の0時54分でございます。
パチパチパチということで、だんだんね、またまた話されてきました。正直、お便りめちゃくちゃ来てます。もっともっと来てます。送ってんね、みんな、と思いましたけども。はい、でもたくさんありがとうございました。はい。ということで、今回はちょっとね、すいません。調査団はなかったんですけども、はい、次回はあるので、はい、よろしくお願いいたしますよ。という感じでね、別にちょっとエンディング喋ることがあるかというと特にないんですけども、皆さんね、お疲れでしたよ。お疲れ様でしたよ。はい、ということでね、もうささっと終わってしまうかもしれません、エンディング。うん。喋ることはオープニングで喋ったような気がするし、はい、多分ね、はい、ということでね、そろそろ終わろうかなと思っておりますけども、はい、6月もね入りまして、はい、6月最初のカンラジでございましたけども、次回が6月の24日ですね。はい、44回があります。おー、もう44回、早いですね。うん、いや、ありがとうございますよ。いつもほんまに聞いてくださいまして、ほんとありがとうございます。ね、私のラジオ聞いとったらなんか眠くなる人とか結構多いみたいで、でもすごく気持ちはわかる。私も眠くなるもん。うん、眠くなりますけども、いやでもね、なんかなんていうんやろ、演技のコーナーとかはうるさいと思うんやけどね。でもなんかね、リラックスしてくれたりとか、ゆっくりまったりなんかなってくれとんのはすごく嬉しいなとは思いますので、本当ありがとうございます。嬉しいよね。だからなんかほんまなんかみんなのなんやろ、みんなのなんかよわからんね、なんか言葉にできんかった今。はい、ということで終わろうと思います。またなんかお知らせ告知とかがありましたら、ツイッターとか YouTube コミュニティとか、または配信とかでも、はい、言うかなと思います。はい、ということで、まったりと終わっていきましょう。はい、というわけでね、今回、カンナのおかえりラジオ、略してカンラジ、第43回はここまでになります。お相手は私、カンナとカンナファミリーの皆さんでした。ありがとうございました。では、またねー、バイバーイ。おつかんなでしたよー。ありがとう。アデュスですよー。おやすみなさーい。ありがとうございます。アデュデュデュジュー。ジュ。